はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。では今回はハーツオブアイアン4、現代元中央軍プレイ続きやっていきたいと思います。ですね、前回沖縄をアメリカから、ダッシュ、厳密には那覇だけになりますけども、極東アジアにおけるアメリカ軍の拠点をこれで西沙諸島、沖縄の那覇と潰したので、残るが台湾だけとなりました。なので今回はね、台湾攻略を睨んでプレイの方をしていきたいと思います。では早速時間の方を進めていきましょう。海軍の造船所が空いてるのであれば、これは、悲願でもある空母。これをね、アメリカ軍に潰されてしまったので、ここを新しく再建していくという動きを、加速していければいいかなと思います。で、あとですね、注意しなきゃいけないのが、アメリカ軍、特に陸軍がまだまだ歯が立たない状態なので、陸軍の強化がね、まさに急務という状態なので、それをしっかりやっていきたいなというふうに思ってます。で、エージェントですね。殺されたエージェントは雇っていきましょう。スパイ、むちゃくちゃ強化していかなきゃいけないところで、遅れを取ってしまっているので、ここはしっかりと対応していきます。海軍動かしている分少し、燃料の減りが激しくなってますね。ここは燃料も補給をしていった方がいいかもしれませんね。戦争はね、もういつ全世界に波及していってもおかしくないという状況になってますから、これはあわよくばですね、中国軍側としていくつかの国が参戦してくれることをちょっとさらに目論んでいきたいなと思います。特にロシアですね。あとは大国であるインド、このあたりが中国側として参戦してくれると、だいぶ戦いがしやすくなるのかなというふうには思ってます。特にどうなんだろうね、中国とインドの関係も気になるところですけど、小競り合いがあって、兵士、軍人が何人か死んでいるということなので、本格的な軍事衝突になりかねないね、要素ははらんでますから、そう考えると中国って本当に四方八方敵だらけのはずなのによくここまで君臨できますよね。インドも敵対して、国境紛争っていう意味で言うと、ベトナム、ラオス、フィリピン、そういったところとも係争中でありますし、日本ともね、経済上の結びつきは強いとはいえ、尖閣をはじめ、領有権を争っているところがあったりしますし、アメリカからも睨まれ、EU からはちょっとね、微妙な感じですよね。ヨーロッパ、各国、中国に対してどういう対応するのかっていうのが本当にわからないですよね。厳しいことを言うようで、最終的にはやっぱり経済的な金をちらつかされて中国の前に屈するじゃないのかなと個人的には思ってるんですけど、ぜひそうならないでほしいなと思ってます。ではこのまま少し時間を進めていきます。はい、でですね、イタリアが我々の陣営に参加してくれるということなので、これ受け入れました。早速ですね、参戦要請していきます。これでヨーロッパ各国を味方につけることができれば、一気に我々の方に情勢がね、傾いてくれる可能性ありますからね。陣営マップ見ておくと、フランスはもう、セントルシア協約に入ってしまっているので、ここはもう放置してですね、他のところと外交しておきましょう。スペイン、イギリス、ドイツ、ポーランド、そういったところですね。で、ロシアはロシアでも大きな陣営を作ってるので、そのロシアと同行するっていうことはできないんですけども、ここに期待することは、ロシアはロシアで独自にアメリカと戦争を始めてもらう。これが叶えばですね、一気にアメリカ軍としては敵が増えるわけなので、戦いがしやすくなる
我々にとって結果的に有利に働いてくれればいいのかなと思うので、まあ、ここはですね、もうロシアは陣営入ってるからということで放置はせずですね、しっかりロシアに対しても関係改善を行って、いつでも、我々の方にね、結果的に味方になってくれる状況を作ってもらえるように働きかけをしっかりしておきたいと思います。この際なんでね、いろんなところに、忘れないうちに行っておきます。外交、まあ、タイとかね、味方になってくれたら個人的にすごくテンション上がるんですけどね。では外交を進めながらですね、このまま時間を進めていきましょう。まあ、ミャンマーとかも行ったことないですけど、まあ、行っては見たいかな。ではですね、一番戦力が充実している友軍の4軍をですね、再び台湾に上陸させていきたいと思います。これがうまくいかないと、まあ、ちょっとこの先の戦い、まあ、戦略を大きく見直す必要があるかなと思いますので、ちょっと行く必要をね、見守っていきたいと思います。でね、制空権だけ取れないんですよね。制海権は取れて、まあ、ある程度ね、海の自由は確保してるんですけど、残念ながらですね、どうにもこうにも、台湾上空の制空権が、どんだけ戦力を送り込んでも取れていないという状態です。で、トルコがギリシャに宣戦布告。これはもうどんどん世界大戦になだれ込んでいく構えだな。ギリシャとトルコ。まあ、普通に考えたらトルコの方が戦力大きい気しますけどね。トルコをちょっと取り込めるかどうか、陣営に招待してみましょう。一応、ギリシャも見ておく。ギリシャは無理だね。だったらトルコを陣営に招待する。どんどん戦果を大きくし、結果、世界大戦を巻き起こす。参戦要請早速します。アメリカを孤立させるというね、まあ、そういう動きを今行っている状態です。さあ上陸できるかどうか。うん、だいぶ中国軍も強くなってるね。前まで二桁とかだった攻撃力とか突破力がだいぶ上がってきてるので、これなら台湾攻略もできる。まずはしっかり上陸を果たして、その後ですね。ちょっと待って、オーストリアですね。ちょっとドキッとしましたね。オーストラリアってなると、ムムって感じになりましたけど、ギリシャとオーストリアがアメリカ側につくのか。強力だな、オーストリア、そうは言っても。まあ、ギリシャは言うほどではないですね。これを見るとイタリア、トルコ、加入してくれたのは大きい。台湾取ったら、フィリピン攻略してフィリピンを降伏させてしまうというのも手ですね。では、上陸果たしたので、こっからですね、ぐいぐいぐいと、広げていきましょう。そしたら戦力がおそらく台湾ですね、この辺りに集中してると思うので、この機を逃さずですね、我々は、次の攻略、いや、次の上陸を行っていきましょう。まあ、ただ少し戦力的には、この、遊撃三軍は、装備品が全くないな。ここを投入するのはきついよね。そしたらちょっと入れ替えていきますか。海岸防衛三軍。海岸防衛三軍と、この友軍三軍を入れ替えましょう。友軍三軍をちょっと香港近辺の守りにつかせて、代わりに、この海外防衛三軍を台湾攻略戦に当て込みます。これでどうだ。
これでうまくすれば台湾の攻略が一気にはかどるかなという期待ですね。台北に上陸できれば中国軍圧倒的有利という状況になるかなと思うんですけどね。アフガンか。いや、もうどんどん陣営に招待していきましょう。世界大戦にしていきたい。ロシアもうまく味方側として巻き込みたいですからね。アメリカ軍が展開してなさそうに見えるのはグッドニュースかな。まあ、当然装備品とかで連携はあるとは思うんですけど、ここでうまく上陸が完了してくれればいいけど、なんか苦戦してそうだな、台北の方は。風穴を開けただけにとどまってしまうのか、一気に占領が進むのかでだいぶ違いますからね。今更だけどスキル、水陸両用、強襲上陸計画、海軍との連携、海軍との連携の方がいいかな。とにかく上陸を果たしてもらいたい。あとはここから先に進むのが困難そうだね。思い切って場所を変えてみるというのも手だよな。撹乱戦法を使っていきましょう。もや台湾の制空権はなくとも周辺の制海権は我々のものになってますからね。まあ、ちゃんと上陸さえ果たして戦線を構築できれば、決して無理な戦いにはならないかなと思うんですけどね。アメリカ軍がいるとね、またちょっと話が一つも二つも、変わってくる状況にもなると思うんですけど、アメリカ軍が今少なくともいないこの状況であれば、早めに上陸を果たしたい。上陸したな。まずは上陸。OK だ。これで南へと一気に繰り出していきましょう。台湾をこれでまずは脱落させる。南からも上陸完了。結果的にこの作戦うまくいったな。南と北両方から台湾を蹂躙していきます。このままうまく台湾の占領が進めば、一気にね、台湾が脱落ということにもできるかなと思いますね。それに伴って制空権も奪還できるでしょう。飛行場を奪っていけば。台湾が、まさかこんなことになるとは。フィリピンの方はどうなってるか確認しておきます。変わらずですね。おっと、これで台湾が降伏。備蓄品。50を供出。でかい。でかすぎる。これで台湾が名実ともに我々のものになりましたね。これでどうだろう。アメリカ軍の影響を完全に排除したな。フィリピンの方にアメリカ軍が展開してるかどうかですね、あとは。ここまでアメリカ軍の動きがないのは少し気になりますが。ただ台湾は降伏。まあ事実上、中国が併合した形になりましたので。そしたらですね、切りがいいので今回はじゃあ、
少し短めですが、ここまでにさせていただいてですね、次回はフィリピン、ここを攻略して、アメリカ軍のアジアへの影響力をゼロにする。その後ですね、どうだろうな、イタリアとオーストリアが戦争になってるので、イタリアの支援をしに、軍の一部をオーストリア方面に向かわせるというのもありですかね。まあ、少なくとも、今張り付かせている海岸防衛軍の戦力の一部を割いても大丈夫な状況になったかなと思うので、軍を再編して一部をオーストラリアに、そして一部をフィリピン、これの脱落に向かわせていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。